やりにくい相手？はい、木村さんっていうか、アウトボクサーにとって戦いにくい相手ってどんなボクサーですか？そうだな、お前みたいにガンガン前に出てくるタイプってなら楽だ。なんつっても苦手なのは自分よりフットワークのいいやつよ。一つ一つの技で上を行かれちまうから、リズムは取れねえし、ペースはつかめねえし、とにかくやりづらいもんよ。自分より速い相手か。続けさせてもらうぜ。あ、はい。ということは、僕が佐伯さんより早く動ければ。あ、まさか、あいつが？先輩。よせよ、オンチ野郎、こっちのリズムまで狂うじゃねえか。すいません。